はい、これから始めていこうって思うんですけど、ちょっとだけね、腹ごしらえをしてから進めていこうかなと思って、はい、こちらのね、ローソンのチョコレートデニッシュ125円と、あとはもうちょっと温めてきてしまったんですけど、はみ出るバーガーチキンカツソース、はみ出るバーガーチキンカツソースマヨネーズで、グリーンだからですね。はい、この映像を使うかどうかわかんないんですけど、今ホテルの部屋で撮影をしていて、はい、で、寝たまま本が読める読書グッズの紹介の撮影で来てるんですけど、ちょっと初めてのね、グッズ紹介の動画撮影なので、ちょっとね、緊張している部分はあるんですけど、もうこの読書グッズを使って思いっきり読書を楽しもうっていう感じにしたくて、実際すごい楽しそうで、寝ながらね、本読むってどんな感じなんだろうみたいなのもあるので、そういったところをね、撮影これからしていこうと、使い心地とかをね、お伝えしていこうってと思うんですけど、その前にちょっとね、夕方でもうそろそろ、まあ、時間が経てば夜ご飯っていうタイミングなんだけど、まあ、お腹空いてしまったので、まあまあ食べてからはい、まあまあね、食べてからもうね、やる撮影に臨むっていうね、ここで一回ね、食事入れとけばあと2時間ぐらいね、集中して読書できると思うので、はい、ちょっとね、食べていこうと思います。はい、5時31分です。夕方ですね、もう夜ご飯だけど、まあね、食べていこう。温めてるのでどっちかね、いただこうと思います。その前にちょっと飲み物が欲しいな。今ローソンって本当にいろんなものが売ってて、ちょっとびっくりしますね。なんかすごい、しっかりメンチカツ、うん、なんか高校生とかが好きそうな味がしますね。なんか最近は本当にね、読みたい本がたくさんあるんですけど、なんだろう、読みたい本がどんどん溜まってってるフェーズで、夏は本当にミステリーってたくさん作品刊行されるので、結局読み切れないんですよね、そこで出たやつって。なので、この7月、8月ぐらいに出た作品を、まあ、9月、10月、11月みたいな感じで、こう、秋にね、こう、後ろ倒しにしながら読んでいって、12月にあるこのミステリーがすごいの、ランキングのね、予想みたいなのをここ数年間しているんですけど、その予想をするっていうね、この夏に出たやつを、まあ、コツコツね、秋に入っても読み進めていって、でそのね、12月のだいたい頭ぐらいだと思うんですけど、まあ、そこのね、予想に間に合わせるっていうね、それを国内海外それぞれの作品でやるっていう感じですね。うん、なのでここはね、気持ち的に夏ってだからすごい焦りがちになってしまって、積んどくとかもね、結構たまるし、そう、焦ってしまいがちなんですけど、こうやってね、思い切り読書する時間とかを作っていって、まあ、うまく、そうですね、読書時間を確保していければなっていう感じですね。いや、寝ながら読書もいいですよね。やっぱり読んでるとどうしても肩とかね、腰とか痛くなってくるので、そういったところでね、できるのはいいですよね。
ひ。ちなみにこれ今1個食べたのが579キロカロリーみたいです。ね、すごいね、579。まあ、結構最近ちょっと逆の感じなんですけど、カロリーを取らないと危ないなっていうのをなんとなく感じ始めてて、うん、別にね、こんなにね、ガッて取ったからって、それが体にね、うまくこう吸収されるかって言ったらわかんないんですけど、そうですね、食事もね、ちゃんと取らないとなって、食事とね、食事と運動もね、ちゃんとしていかないと、ね、健康な読書ライフを送るために。続いてこちらですね、はい、こちらもいただいていこうと思います。はい、ここにね、なんだろう、ここになんか可愛いキャラがね、書かれてますね。なんだろう、いや、いい感じです。はい、ちなみにこちらは447キロカロリーだから、まあ、今のでだいたい1000ね、1000カロリーぐらい取ってるっていう。どうなんだろう、1日のうちの半分ぐらい1000カロリーだから、うん、そのぐらいですね。いやー、すごいな、菓子パンって、菓子パンパンってすごいですね。引き続きこちらもね、食べていこうと思います。この映像はね、多分使われないと思うんですけど、多分来たる日のね、セカンドチャンネル開設の時にこういった映像がね、一気に放出される予定なので、こうやって絶対に本編では使われない動画も今一応撮影するようにしていて。そうなんですよ、だからこの映像もね、セカンドチャンネルのこのただ物食べるっていうね、まあ、本とは全然関係ない、映像の中で、はい、この企画と関連した動画だよみたいな形でね、公開されると思うので、いやね、登録者1万人1万人行きたいですね。今8400人届かないぐらいなので、だから1万人まで行ったらセカンドチャンネル開設しようと思ってるんですけど、うん、それまではね、コツコツ頑張って、いつかね、この映像が出せるようにセカンドチャンネル開設できるように頑張るっていうね、今それをモチベーションにして頑張ってます。はい、すごいチョコの感じが、え、なんだろう、ちょっとなんだろう、板チョコっぽい感じを想像してたんですけど、なんか柔らかめですね、このチョコが。うん、板チョコまで硬いチョコじゃなくて、結構このサクってこう食べれる柔らかいタイプのチョコが板状に入っていますね。板ではないですけど、はい、もしかしたらエアコンの音がね、ガンガン入ってる可能性があって、うん、この映像撮影終わったら、この映像を見返して、どのぐらい音入ってしまってるのか確認しようと思います。うん、やっぱりね、いつもと違う環境で撮影しようと思うと、なかなかね、難しいものもありますね。Thank you.
ね、食べてるなんか食べてる映像ばっかりでね、申し訳ないですね。結構飯テロ動画ちゃんみたいなコメントも結構24時間リーダーソンでいただいたりとかして、いや本当にそうだなと思って、読書動画といつもすごいもの食べるし、うん、だからそういうとこもねあるなって思いました。もうね、これだけ甘いものをね今摂取しておけばかなりね集中して読書できるんじゃないかなと思う、まあ、なんかそんな気がしますね。やっぱりね、読書ってなんだかんだ言って頭使うので、まあ、集中力もね維持しなきゃいけないし、内容理解しよう、深く読もうと思ったらね結構頭使ってると思うんですよね。まあいつもではないんですけど、ある時は甘いものを読書しながら、まあ、食べるようにしてて、そうか、あとね画角をね決めないといけないんですよね。そう、画角どうしようかな。うん、やっぱり寝ながらなんで、こう寝て、なんだろう、こう寝てね読めてるよっていう感じを映したいので、顔ら辺がこう映ってて、全身は多分撮らなくていいと思うんですけど、寝てるよっていうのが分かる感じで、このグッズもすごい結構映したいなって、ちゃんとね皆さんにこう使ってる感じを見せたいので、なのでこの感じがね、この感じって絶対に伝わってないと思うんですけど、この角度が結構いいかなって思いますね。うん、うん、そう、あとサムネだ。サムネもねどうしようかな。ね、サムネもね難しいですねこれは。うん、